現場の西山さん。はい、7月27日、はい、ラーメン西山の天気予報の時間です。アリス、アリス、空見ましょうか。はい、どんな感じですか。今日晴れそうですね。はい、今日も晴れですね。最高気温34度。はい、昨日よりかちょっと涼しくなる、まあ、涼しくないですよね。ちょっとだけ気温が下がるっていうだけで大して変わらないです。はい、最低気温も24度ぐらい。はい、今朝の5時半前ぐらいですかね。そうですね、5時過ぎぐらいですね。世間は夏休みですよ。そうですね、阿部くんも夏休みですか。そうそう、まあ、一応入ったっすけど短いっすね、部活の休みが。阿部くん出身どこですか。福岡ですね。福岡ですか。福岡のどこですか。北九州。北九州、あの太宰府天満宮とかあるとか。いや、それは違うっすね。違うんですか。あの成人式がスペースワールドがある。ああ、そうっす。 あの辺なくなっちゃったっすけど。おお、北九州ですか。そうっす。からし明太子食べたいですね。ああ、いいっすよ、買ってきましょう。梅ヶ餅も食べたいですね。梅ヶ餅も美味しいですね。梅ヶ餅ってですかね。梅ヶ餅ですね。梅ヶ餅、はい。僕どこ出身か知ってます。高知でしたっけ。違いますよ、四国ですよね。そう、香川。香川、香川の名産なんだか知ってます。うどん。うどん、うどん美味しいですよ。うどん美味しいっすね。うどんこしがあって、はい、あといろんなところでうどん食べれますからね。いいっすね。え、こんなところでうどん食べれるのみたいな。ほう、おばあちゃんとかいろんな人が作ってる。なるほど、そんな感じです。はい、暑いっすね。暑いっす。じゃあ今日も暑い中頑張ります。はい、ラーメン西山天気予報でした。